地下鉄は、ブラジルのリオデジャネイロで運行されている大量輸送の地下鉄道である。最初の区間は1979年に開通し、現在3路線5 8トル4 1駅を有している。ブラジルでは、サンパウロ地下鉄に次ぐ第二の地下鉄網である。区間は1 6 0 0トルの後期、電気方式は第三機乗方式。列車は、 約6分間隔で運行される。2013年 ISO9001 認証を受ける。1号線は1979年にグロリア・プロッサ・オンゼ間の 5km の区間が開通し、全線が地下である。最近では2014年にサーアン・スペーニャ・ウルグアイ間が延伸開通した。2号線はアスタチオ・マーラコナ間の区間が1981年に 開通。1983年には一部区間で地平を走るライトレール路線として、マーラコナイリザ館が開通した。輸送量の増大から1998年に古地仮鉄化され、現在は踏切は解消され、LRT 規格の小型車両もすでに廃車になっている。 当初は、アスタチオ駅から1号線のカリオカ駅まで乗り入れる計画であったが、2009年に別経由のソーン、クリーストブをセントラル間が開通し、1号線のボタフォゴ駅まで乗り入れるようになった。その結果、ソーンクリーストブを駅から分岐して1号線のアスタチオに向かう路線は、支線扱いとなり、週末のみの運行となっている。4号線が、 リオデジャネイロオリンピックの開催に合わせて2016年7月に開通した。8月まではオリンピック関連の乗客限定の運行を行っており、9月19日に一般客の利用が開放された。2017年3月25日には1号線のウルグアイ駅までの乗り入れ運転を開始した。コベイヤ駅までの支線が建設中である。3号線は建設準備中であり、 カリオカ駅からグアナバラ湾を通る海底トンネルを通じて、リオの対岸のニテロイや、サンゴンサロ島を結ぶ路線となる。5号線はゴベイヤとカリオカ駅間、6号線は市内とリオデジャネイロ国際空港を結ぶ路線となる予定である。静粛尺にて描かれたリオデジャネイロ交通路線図。2012年に三菱電気製の主要電気品を搭載した。 超春軌動客車制の電車が投入された。一部の輸入車体の寸法が大きすぎ、プラットフォームに接触するトラブルが起こって、調整のために本格投入が遅れたが、現在は稼働中である。2014FIFA ワールドカップでは、同社車両は1484本運行し、リオ五輪用には15本が交付された。車両には、 ブラジルのマフェルサ社製の普通構成車とアルストム社製のステンレス構成車もあり、共に6両編成である。ラッシュ時間帯において女性専用車両も並結されている。ありがとうございます。